最前線は、星会社が2010年9月15日に開設したウェブサイト。プロ作家による書き下ろしの小説や漫画を掲載する。講談社の出資で2010年4月28日に設立された出版社である星会社が開設したウェブサイト。2010年9月15日の正午に一般公開開始。編集長を務めるのは代表取締役副社長の大田勝氏。 解説時には、小説では、うろぶちげんと、本永正樹が、書き下ろしの長編作品で参加した。また漫画では、映画化もされた小説、空の境界の天空数屋によるコミカライズ版などが、掲載された。最前線は、特別なプラグインなどを必要とせずに手軽に作品が読めるようにデザインされており、すべて HTML5 で作られている。また、 ウェブ上の著作権の管理については DRM フリーを謳っており作品の一節を引用してツイッターに投稿するなどのコミュニケーションが可能になっている2010年9月15日のオープンはプレオープンとされており紙媒体との連動を開始するグランドオープンが冬に予定されている2014年8月5日よりツイッター上で漫画を読めるサービスツイヨンを開始 開設当初よりメールマガジンの登録が可能であったが2011年2月23日にサイトの会員登録制となり変わったこの変更により会員を対象としたコンテンツも一部が提供されたが2017年1月31日に会員機能サービス終了によりすべて一般の閲覧でも触れることが可能になったサイト内ではフィクションズサイト内では コミックス。4ページ漫画は全ページカラー。基本的に毎週更新。つい4は基本的に毎日1ページ更新で短期連載から間を置いて本連載になる作品もある。どのサイト掲載作品も長期救済されている作品が存在するので更新頻度は目安である。一部の出版物をウェブサイト上で特別公開。期間限定の公開小説。 サイト内では、最前線スペシャル。最前線解説と同時に、星会社フィクションズ新人賞の募集が開始された。長編小説を募集するもので、優秀作品は最前線に掲載される。現行の到着が間に合わなければ、次回に繰り越し、編集部員が直接審査し、座談会を公開する、キャッチコピーの記載を求めるなど、講談社のメフィスト賞と類似しているが、 受賞賞金がある。プロアマを問わない。原稿の上限がない。原稿データの提出が必須。印刷原稿のフォーマットが、星会社基準など、若干の違いがある。なお、受賞賞金は、星会社フィクションズの1年間の全売り上げの1%を、年間の受賞者数で割った額とさせていただきますと、しているため、金額は変動する。ありがとうございます。